はい、えぇ、理科、大問1のカッコ1を扱います。植物の生命活動は気候を通したガス交換、気体の出し入れですね、によってまかなわれます。それをまとめる問題です。A、B、C の働きがあります。順番に見てください。A、酸素を吸収して二酸化炭素を出しています。動物と同じですね。A は呼吸のことです。 で、ね、B、二酸化炭素を吸収して酸素を作っています。光の力が与えられています。この B は光合成のことです。で、問題は、うん、と昼間ね。昼間は、この呼吸をしているようには見えない。二酸化炭素を吸収して酸素を出しているだけにしか見えないのは、 どちらの働きが大きいからか。もちろん昼間も植物は呼吸をしています。でも、光合成による二酸化炭素吸収や酸素放出量の方が多いので、あたかも呼吸はしてないように見えるだけです。どちらの働きが多いので、昼間は二酸化炭素を取り入れ、炭素を出しているだけのように見えるか。もちろん B でいいですね。で、その萌え名称は光合成です。2番、気候からは水蒸気も出しています。 水蒸気を出すことによって根からの水分の吸収を活発にし、光合成を活発にします。これを乗散と言いました。乗散が活発イコール光合成が活発と考えていいです。